力を出せ。言っておくけど手加減なしだからね。俺を楽しませろ。 The Wheel of Fate is turning. Rebel 1 Action! ゲスト面白い気配を追ってきてみれば死神ではないか。そういえば貴様とはあの時の続きがまだだった。ああ誰だってね。また統制機構か、それとも第七機関か。おいおい知らばっくるな。あんなに熱く殴り合った仲だろう。真顔で気持ち悪いこと言いやがって。何のことか知らねえが勘弁してくれ。本気で言ってるのか。まあいい、重要なのは貴様の力だけだからな。力だ。そうだ、力だ。青の魔導者の力、今日こそ存分に楽しませてもらうぞ、死神。 The Wheel of Fate is turning. Rebel 1 Action! ストライク！よっ、バスター！お前らの話にさらし！クラッシュ！バスター！スカート！バグラの話にさらし！移動ストライク！なんて力だ。こいつ本当に人間か。ふざけんのもいい加減にしろよ、死神。これでは以前の貴様の方がはるかにマシではないか。以前か。てめえも俺を知ってるらしいが、あいにくと俺は何も覚えちゃいねえんだ。記憶がないだと。これもこの世界の影響ということか。くさ、誰の仕業か知らんが、つまらんことをしよって。なんだ、俺を見逃すつもりか。残念だ。今の貴様には食らう価値すら。次に会うまでに、せいぜい記憶を取り戻しておけ、死神。出たぞ、ここまで。あの時はこの俺の闘争によくもくだらぬ水を差してくれた。あの時だと。その話詳しく聞かせてもらおうか、狂犬アズラエル。やれやれ、貴様までもが記憶喪失か。あまり俺を萎えさせてくれるな。何か知っているな。俺が知っている？違うな、貴様たちが忘れているのだ。ニルヴァーナ奪取作戦で私の部隊を潰してくれたカリノール、知っていることを吐いてもらおうか。俺の方こそ貴様には借りが山ほどあるのだ。まあしかし、少なくとも死神の時よりは楽しめそうだ。頼むから撫でた程度で壊れてくれるなよ、ここで。 The Wheel of Fate is turning. Rebel 1 Action! Counter! 行き返した！ Counter! 甘え！大将、殺せよ！
ここまでか。だがデータは取らせてもらったぞ、アズラエル。逃げたか。だが、あの程度では大きにもならんな。この道は赤鬼がいなくては楽しみの半減だ。それよりずいぶんと匂ってくるではないか。いるな、この奥に極上の餌が。こちらはかなり食らい応えがありそうだ。貴様は六英雄白面なるほど、これは極上の餌だ。強権、境界を伝え、こちら側へと割り込む。なるほど、貴様ならばありえる話ではない。だがここは貴様がいるべき場所ではない。去れ。釣れないことを言ってくれるな。あの次元道は退屈でな。餌が退去して近場に現れれば指をくわえて見てもいられん。どうやら貴様はシラフのようだ。本物か。まあその強さが本物であればどちらでもいいが、俺はただ強者を下りたい。以前の貴様との戦いは消化不良だったが、この場所ならば妙な邪魔も入るまい。首輪なき狂犬よ、私との試合を望むか。貴様ならばもっと楽しませてくれる。なあ、そうだろう、六英雄よ。 The wheel of fate is turning. Rebel 1, action. バスター、ゴミクズバイラトーレ、貴様たち、ゴミクズがバスター、久しぶりの楽しさだ。貴様も楽しいだろ、ロキー。ザレ事を。さすがだ。だが貴様もこの程度のはずがない。このじゃれ合いも悪くはないが、そろそろ見せたらどうだ、天気。食われてしまうぞ、この俺に。チー、それも悪くはないが、これはそういうことだったか。興ざめだな。どうせ茶番なら全力の偽物を出して欲しかったものだ。演出が足りんぞ、そこの貴様。妙な場所で覗き見とは趣味が悪い。驚いたわ、エンブリオの境界を素手で引きちぎるなんて。あなた本当に人間？ここまで常識破りの生物は暗黒大戦の時代でもお目にかかったことがないわね。
その姿にそのものまさか生きてお目にかかれるとは思わなかったぞ貴様が十世六英雄ないんだな この違和感の原因は貴様かまあいいまさかかの大魔導士を喰らえるとはここまで茶番に付き合った甲斐があったというものだやはり記憶があるみたいねすごいわね人の身でありながらエンブリオの影響を受けないなんてだから試してみる異物であるあなたが本当に資格者足りえるのかどうかを資格だとこの俺を測ろうというわけかよしでは一つ忠告してやろうせいぜい本気を出すことだそうすれば見たいものが見られるかもしれんぞもっとも食らわれずにいられたらの話だがないいわよかかってきなさいこういうの The Wheel of Fate is turning Level 1 Action いいんじゃない遅い遅いよこっちの理の調レイダーその調子で待つわけじゃないいいんじゃないそれじゃないマジの理の調レイダーその調子でグッサグッサこっちを頼むライト見せるよその調子で理の調レイダーいいんじゃない捨てるよこっちをその調子でグッサグッサの調子でグッサグッサなぜ手を抜く？もっと本気を出せ！あなた、そんなに強者を喰らいたい？愚問だな。それ以外に生きる理由があるものか。なら、イカルガへ行くことも。あそこにもこれから、あらゆる強者が集まるわ。市民、黒騎士、傍観者、六英雄、それ。冥王の冥王だとまさか神かそう冥王イザナミ神の座に名を連ねる人あなたに渡したいし神々に恨みを持つ悪い話じゃないはずよそれは頂上面白い本当なら実に面白い話だそれで貴様は俺に何を求める帝冥王イザナミが起こす滅びそれが完成する前に青の魔導書ラグナザ・ブラッドエッジを黒き獣を覚醒させるのよ暗い答えがありそうな餌に出会えたなこれでこそ茶番に付き合う甲斐があるというものイカルガの教官、うん、これまた面倒なやつが出てきちまったぜどうにも消化不良が続いていてな黒騎士カグラ貴様まで俺を拍子抜けさせてくれるなよ以前の貴様は悪くなかったさああの時の続きを楽しもうではないかあの時って何を知ってる何を知っていようと関係あるまい俺はただ食らうだけだ
男を口説く趣味はねえんだが、ちょっと私その話聞かせてもらうぜ。 The Wheel of Fate is turning. Level 1. Action. グスタ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 グその調子。やろう。期待したほどでもなかったんだ。食前酒としてはまあ悪くはない。俺は前菜ですが、ねえわけか。ただの順序なのに、赤鬼、九重、死に、六鬼、そして冥王イズム、後が使えすぎているのでな。無楽もユニットだけでも面倒だって。何、あれも来ているのか。それはいいことを聞いてね。ならばそちらもこの俺が食らうとしよう。中だったが、どうやら邪魔を。どうしてミュウの邪魔をする。お前のせいでダグナ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 貴様も死神を追うか。残念だ、その死神は俺の餌だ。 The Wheel of Fate is turning. Level 1. Action. Counter.さらば面白いことが起きるかもしれない。だがその前に一つ試してみるか。
ラクモを追えば会えると思っていた。貴様がネリウス・クローバーだな。釣れない反応だな。俺など眼中にないというわけだ。話す気になったか。ぶしつけだな。お前とは面識がないはずだが。とぼけるな。第七機関を裏で操っていた貴様がこの俺を知らんはずがあるまい。あいにくと興味はない。イグニス、捨ておけ。残念だが確かめたいことがあって、少しばかり付き合ってもらうぞ。 The Wheel of Fate is turning. Level 1. Action. ブスター。ロイヤルイグニス、貴様との闘争ではない。なるほど。続けたところで時間も浪費だ。何が黒き獣を作り出すにはあと何が必要だ。ほう、なかなか面白いことを言う。だがなぜ決まっているだろう。食らうためだ。己が逃走のためにもか。くだらない生き方だ。だがこの先にいる者ならば貴様の要望に応えてくれるかもしれん。このつまらん世界を作り出した大バカだ。ほう、世を前にしてその口ぶり。ブレーダが面白い男だ。このエンブリオの何が気に入らんというのだ。当たり前だ。ここにいるのは見た目だけ真似た偽物ばかりだ。不満の一つも言いたくなる。なるほど。ならば青を手中とし、すべてを作り変えてはどうだ。それも悪くはなさそうだ。いや、神と戦うことに比べるのはあまりにくだらん。貴様ならば当然楽しませてくれるのだろう。冥王。 The Wheel of Fate is turning. Level 1. Action. 受けてみろ。カテナを攻め落としたら、ライダー。ガサリン。ライガー。コール。ヘアファイド。タイガー。コール。ヘアファイド。カテナを攻め、カテナを攻め、そなたの死いかがか。ガサリン。壊れろ。ガサリン。壊れろ。ガサリン。戯れようか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 。
などない。なるほど、確かに歯ごたえはあるが、どうにも味気ないな。貴様からは性を感じない。当然であろう。世は死そのものである。しかし惜しいな。そちならば青を手にし、意のままに世界を変えられるというのに。俺が欲しいのはそんなものではない。ほう、そちは確か誰よりも闘争を求めていたはずだが、どういう心変わりだ。変わってなどいない。六英雄、死神、冥王、弱肉強食の闘争はどれも大いに結構だが、全ての強者を食らい尽くせば終わってしまうではないか。俺にはより強い敵、永遠に闘争を続けられる最強の敵が必要だ。そしてその存在たりうるのは黒き獣だ。暗黒大戦を引き起こし世界を破滅に追いやった史上最悪と言われるやつなら、俺を満足させてくれるに違いない。なるほど、あくまで敵を欲するか。面白い、気に入ったぞ。ならば一つ提案をしてやろう。提案だと？よっと、契約を結べ。資格者を倒し、このエンブリオを解放するために世の下で働くのだ。契約と言ったな。見返りは何だ？断りの外に存在する神々と戦う機会をくれてやる。どうだ？面白い！その誘いに乗ってやる！契約は成立だ！まるで子供のように無邪気に喜びよる。心底気に入ったぞ。忘れるなよ、イザナミ！神々と戦う契約を。それまではこのアズラエル、貴様の下で働いてやる。狂犬アズラエル、どこまでも愉快な男よ。いいだろう。神殺しの片棒を喜んで担ぐというのなら、いつか褒美としてそちにも死をくれてやる。我ノエ・バーミリオン隊長、真の泡を手に得る。はずれか。当たりくじというのはなかなか引けないものだ。ノエ、俺はない。ノエ、さ、なぜ我の邪魔。冥王が望む展開に不要の外野は俺が食らう。ひとまずはそういう契約だ。その手に貴様は餌としても失格だな。この空気、貴様アークエネミーでも取り込んだか。アークエネミー、イナ、ハン、イナ、教会、イナ、なんだ、さあ、一体何者だ。貴様にはまだ使い道がありそうだ。ならばまずはしつけだ。この程度で壊れてくれるなよ。 The Wheel of Fate is turning.Rebel 1 Action! Bastard! Magna Core! Sabotage! Catch you! Bastard! Magna Core! Sabotage! Sabotage! Magna Core! Sabotage!
おいおい、あまり暴れるな。抵抗されるとつい壊したくなってしまう。連れて行くよ。お前は偽りだ。仕事をしてもらうぞ。貴様は狂犬アズラエル。ほう、イカルガ忍者。おあつらい向きの餌を見つけたな。あの後ろにいるのは確かあいつの名を追っていた。何故お主がその者を連れているのでござるか。匂い、こ、匂いはクエネミ。まさか狙いはこの55寸釘でござるか。よこせ、その悪意、身を我に越せ。たわごと、俺は殿から受け継いだ魂、決して誰にも渡すわけにはいかぬ。貴様はよだれを垂らして待っている。釘はよ、だが奴を喰らうのだ。俺だ。よかろう。ならば腹からの恨み、今こそ晴らさせてもらうぞ、アズラエル。 The wheel of fate is turning. Rebel 1. Action. ガッチャー。残念がこぼれ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 。感じる、感るぞ。これは同種の匂いだ。アークエネミーだ。
包囲列天城、魔素流動体の内部存在を確認。新規ブラック、早速かかったか。そのアークエネミーをミューに渡して、私があの女を殺してやるから。ポポポ、以前見た時よりずいぶん人間らしくなった。なんだよ今日。対象適正個体と認識、戦闘モードに移行。まあいい、誰が。貴様を餌にさらなる獲物を釣らせてもらうぞ、ムラクモ。 The Wheel of Fate is turning. Rebel 1. Action. タッチャー、その調子タッチャー、その調子タッチャー、タッチャー、タイガ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 ー、エンリン、アークエネル、クルー。なるほど、面白い。この感覚、いいぞ。肉で蛇が釣れたようだな。さあ、姿を現せ、蛇。貴様を食らってやるぞ。待ち焦がれたぞ、勇気テレミ。俺は貴様に会いたかった。おいおい、冗談だろ。俺は弱えやつが好きなんだよ。大体テミに好かれる覚えはないぜ。てめえは何を考えてやがる。あの女と組んで裏でこそこそ動いてるみてえだが。知りたいか。ならばまずは全力でかかってこい。でも貴様に確認することはある。本物を目の前にしてはやはり血がたぎるというもの。思わず最後まで食らいたくなるではないか、勇気テレミよ。めんどくせえのに目をつけられたもんだ。貴様ならば確実に俺を楽しませてくれよ。さあ、俺を満足させてみろ、かつての六英雄よ。The Wheel of Fate is turning! Rebel 1! Action!
てめえなんかの相手をしてられるかよ。本気を出すつもりはないか。いや、まさか貴様出せないか。さあな。それよりてめえ、俺に聞きたいことがあったんじゃねえのかよ。今なら出血大サービス答えてやってもいいぜ。そのためにアークエネミーまで餌に使って俺の目を向けさせたんだろうが。ほう、気づいていたか。そりゃあれだけ熱烈なラブコールされりゃな。何、大したことではない。ただ貴様なら知っているかと思ってな。ああ、何の話だ。冥王と交わした契約、神々と戦わせる契約について。奴はどこから神を呼ぶ気だ。マスターユニットはもともとどこに存在していた。てめえ、やはりな。貴様ならその場所を知っているはずだ。さあ、答え合わせの時間だ。貴様の答えを聞かせてもらうぞ、勇気テレビ。俺は奴らの世界へ行く。奴らの神々の世界へと至る境界線、青へとつながる扉はどこにある。そのありかを教えろ、全ての神々を。この俺が食らってやるぞ。